それから受け取る。やはりこの東京ポスタートリオの新しいアルバムからお送りしております、今そのちょっと宣伝を配りましたけども、2枚ありまして1枚は10月6日川越で、僕の、
毎年やっているお囃子とのコラボというのをやってます。僕はコードスーマでね、川越そばちということで、川越松林をやってまして、それからドラマだったという経緯で、いろいろと細かく書いてありますので字が小さすぎて読めない、そんなならないようにお願いします。その時は葉月ルーペを見ていただければいいかと思います。そして、この東京モンスタートリオのその、6枚目の CD の細かな解説も入ってますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ちなみに今日はその川越のチケットもありますので、もしよかったらお願いします。もう一度メンバーを紹介します。エンドレストピアノ長岡慶次郎パーカッション山根幸宏です。吉田和夫ドラム、そして、ここから、大友義夫サックス。今の曲もそうなんですが、やはりジョアン・ジルベルトのナンバー続々と今日はやっていこうと思います。次の曲は貧乏って言うんですが、貧乏じゃないですよ、それは私のことです。僕です。ブラジルにはいろんなこういうビュポンとかチントンとかそういったタイトルの曲が結構あるんですが、いろいろギターの音のことだったり、こう長岡さんが持ってるタンポリンっていうその音だったり、それをこう言葉で表したそういう曲が多いんですけど、次の曲は、ビュポンっていう曲を聴いてください。
んから思わずため息が出るような大友義雄さんですね、お送りしました。岩手ジャネイロにある小高い丘の上にあるコルコッパラドという、それを、眺める、シーンで、作曲でしたそうです。アントニオ・カルロス・チェリーのコルコッパラド。次の曲は、もともとブラジルの曲なんですが、アメリカのハンク・モーレーというサックス奏者が、演奏して、このジャズのスタンダードをどちらかというとアメリカの方が有名な曲なんですが、もともとヘカードという伝聞というタイトルの曲ですが、アメリカに渡って英語詞がついて B.B. ゴーという人がヒットさせたザ・ギフトを聴いてください。
Thank you.
なんででしょうね。これは年功序列の逆を言ってるのかな。なるべくお年寄りも大切にしてる。あ、遠藤さん違います。ごめんなさい。失礼しました。はい、先に進めたいと思います。ブラジルの曲ではないんですが、先ほどもラテン風の曲というのを一曲遊びましたけども、次の曲も、ギターのウレス・モンゴメリーという有名なギタリストが、作った曲で、これは1968年に、ウレス・モンゴメリーが亡くなってしまったんですが、その年に、リリースされた彼の最後のアルバムタイトル曲です。ロードソングを聴いてください。
した、やはりアントニオ・カロスという曲、ウェイブをお送りしました。それでは今日最後の曲になります。まあ、ブラジル音楽、皆さん知らなくてもこの曲はどこかで耳にしたことがあるということで、大いに、年配のミュージシャンにも拍手をいただきたいと思います。マシケナThank you.
どうもありがとうございました。大友良夫、山田幸寛、遠藤律子、長岡健次郎、吉田和夫でお送りしました。どうもありがとうございました。あとは CG でお楽しみください。Thank you.
か。そう、練習的に言ってると疑い方がジャンプしたりして明日足腰のあれが心配です。またりっちゃんを含めてその皆さんの楽しいあの、期間っていうか結局男は決めんだからな、大阪の何かいい、あの何 いいメンバーっていうかはよくわかんないけどジャンプはやめましょうこれから。どうもです。Thank you.